今日の締結式には、三重県の一美知事とインドネシア共和国保健省のアリアンティ・アナヤ総局長らが出席し、介護福祉士と看護師の就労に向けた人材育成の覚書に調印しました。一美知事は、インドネシアと三重県は優しい人が多いなど共通点があるので、三重県で気持ちよく働いていただけると思っていますと挨拶し、 アナヤ総局長は保健省管轄の38の大学で毎年5万人相当の看護資格を持つ人が卒業しますその若者が日本の要請に合わせて貢献できると信じていますと意欲を示しました覚書ではインドネシアが自国の国立医療福祉大学に日本語課程を設置して三重県で働く意欲のある人に対して学習支援を行うほか 三重県での就労に向けて両社が看護分野での人材育成や教育機関同士の連携に取り組むなどとしています。